それでは定刻になりましたので始めていきます。本日司会進行を務めますのは静岡大学桐山研究室の漆畑文也、運営を同じく桐山研究室の島尾青空で、務めます。どうぞよろしくお願いいたします。まずはじめに、本、セミナーについて静岡大学ケア情報学研究所所長、桐山真也より、セミナーの趣旨説明を行いたいと思います。桐山先生よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。今日は本当に皆様多数の方にお集まりいただきまして、ありがとうございます。簡単にですね、このイベントの趣旨をですね、説明させていただきたいと思います。私が静岡大学のケア情報研究所というところで、所長を務めておりまして、それとですね、みんなの認証情報学会の、共催という形で、このイベントを開催しております。で今回はですね、10回目を数えることになりまして、で、もともとですね、心身の健康の、を創造するという学問を施行してですね、2年前にスタートしたんですけれども、静岡大学にですね、ケア情報学研究所というものを設立して、もうすぐ2年になるんですが、その、研究所の設立を経てですね、心身健康デザインという形で、途中で名称も少し変わりまして、で、この心身健康デザインって広いテーマでですね、やってきまして、で本当に各領域のですね、第一人者の方に話題提供していただくということで、かなりそうそうたるメンバーの方にこれまで話題提供していただいてきています。で、共催に入っていただいているヒューズ、浜松岩田信用金庫様で、加賀氏様ですが、私たちの、ケア情報研究所、あるいは、南認証情報学会のですね、研究開発を共同で進めていく、パートナーという形で、加賀氏さんとはですね、静岡大学とみんなの認証情報学会とですね、加賀市で3者協定を、健康長寿のまちづくりという、連携協定を昨年11月、に締結してですね、その関係で、共同プロジェクトを進めているという関係で、ここまで来ております。で、この回ですね、ヒューズさんは、今、浜松や新庄金庫さんは、みんな認証情報学会の参上会員という形で、関わっていただいておりまして、このセミナーもですね、オンライン配信を、重ねてまいりましたけれども、今日は浜松の静大を拠点として開催しておりますが、ヒューズさんで、拠点開催したこともあります。で、加賀氏さんの方にはですね、この研究所のサテライトを置かせていただいておりまして、でそこから の配信ということもやっております。そういうような格好でですね、心身健康デザインという、広いテーマではありますけれども、皆様 の関心のですね、高いテーマで、これまで蓄積しております。で特に今回はですね、大島良樹さん、案内文でも触れさせていただきましたけれども、パソコンの父と呼ばれている、アラン・ケイと、20年以上ですね一緒に仕事されたという非常に私たちコンピューターサイエンスの分野の人間からするとですね、非常に羨ましいと言いますか、非常にユニークな環境でお仕事されていたということで、今日のタイトルもですね、非常にもうこのタイトルだけでもう興味そそられてしまう感じなんですけれども、デモも含めてですね、今日盛りだくさんの内容で講演をしていただけるということで、非常に楽しみです。で、ベンチャーもですね、設立されてカリフォルニアでですね、活躍ということで、そういった視点でもですね、今日ヒューズの関係の方も入っていただいているかと思うんですけれども、そういったスタートアップ の関係の方々にもですね、非常に大きな発見とですね、気づきの方向になるかなというふうに思っております。で早速ですけれども、大島さん の講演にお願いしたいと思います。私からごく簡単ですが、趣旨説明ということで、以上になります。それでは、漆畑さん、お願いします。
はい、桐山先生、ありがとうございました。では次に本セミナーの講演に移ります。これより録画もさせていただきますので、ご承知おきください。講演はクロケットコーポレーションの大島よしきさんです。本日は深夜のロサンゼルスよりご登壇いただいております。誠にありがとうございます。なお、本講演なんですが、Zoom の本会場では講演の後に質疑応答の時間があります。講演中気になることご質問がありましたら Zoom のチャット欄よりご入力ください。それでは司会からの説明は以上となります。それではお待たせいたしました、大島よしきさん、よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちはというかこんばんは、大島よしきと申します。桐山先生、漆畑さん、どうも紹介ありがとうございました。で、普段は私本当に自分のことをこうペラペラ喋るっていう感じはないと、まあ、自分では思っているんですけども、今日は私の経験ということも話の一部ということなので、まあ、一部私の経験という話もしつつ、まあ、もうちょっと大きなテーマについて後で話していこうと思います。で、本題に入る前に、今日のプレゼンテーションスタイルについてちょっと話をしておきたいと思います。で、今日は、私が会社でやっている、共同作業用のソフトウェア、グリーンライトというものを使って、講演したいと思ってます。それで、今から、ズームのメッセージで、URL を送るんですけども、別にそうか、まず画面共有させて、画面共有から始めます。はい、画面共有を今始めて、まあ、この画面でずっと見ていただくだけでもいいんですけども、もし興味がおありであれば、今から送るチャットメッセージに送ったリンクを開いてみてください。まあ、なんていうか、ほとんどの部分は私が話をしているだけなんで、特にそれでいかなくてもいいんですけども、まあ、興味があればこのリンクを開いてですね、それで今画面共有してますけども、一旦開いたらズームが全画面表示になったりしてると思うんですけども、ズームの全画面表示を終えて、もうこのおっさんの顔を見ててもしょうがないので、ズームのウィンドウはこうすごい小さくして、もしブラウザーで開けているのであれば、その開けているブラウザーをこう画面いっぱいなるべく大きく見せるようにしてやっていただくのがいいと思います。これちょっと待って、プレゼンテーションモードに入ります。で、そうですね、まあ10人20人とまあ入っていらっしゃってると思うんですけども。で、もう一つこのツールで、面白いのは、基本的にはもう入ってきた皆さんが、本当に私も含めて全員が平等な形で操作できる環境になっているんですよね。で、例えば、そうそう。で、今日は静岡大学の丸山大地さんに、その共同作業のアプリケーションのデモを手伝っていただくことになってるんですけども、例えば今、これ、あれだ、ちょっとお待ちくださいね。これね、これちょっと今、共同作業っていうのはどういうことかっていうと、例えばこれ私が今、こう、ウィンドウをリサイズしていますよね。でも私がこうリサイズしている間に丸山さん、できればウィンドウを動かしていただけますか。そうすると丸山さんが動かしている最中でも私がリサイズできる。こう、で、みんなが平等に操作できる環境になっています。ただ今私が今日はプレゼンテーションするので、ただ私が見てるこのビューを変えると皆さんの画面でもそのビューが変わるようになってます。ただ気をつけていただきたいのは、もしどなたかがウィンドウを動かしたりリサイズしたりすると、その変更が見てる人すべての画面 に反映されるので、まあ、しばらくの間はあんまり触ったりしないで私の話を聞いていて
いただければまあ良いかなと思います。ということですね。で、まあこれで今からちょっと本題に入っていこうと思います。それで今日の、まあある意味もう最初から全部今日の一番大事なところはという話をしていきたいんですけども、まず今日の話の一番大事な点の一つは、コンピューター科学のパイオニアたちというのは、60年ぐらい前から、本当に、世界で人類が直面している問題を解くために、人々が共同作業をできるようにするには、そして難しい問題を、一人では解けないような難しい問題を解けるようにするにはどうしたらよいかということを、まあ、真剣に考えていたということを紹介したいと思っています。それで、その後、いろんな、もちろん共同作業用のアプリケーションっていうのは、いろいろ作られてきたんですけども、今日の講演のタイトルにもあったように、その共同作業をすることによって、人々の知性が拡張、あるいは増幅できるはずという話なはずであれば、もし皆さんが今日、今頃日常的に使っている共同作業アプリケーションでも本来であれば皆さんの知性を拡張するようなことができるはずですよね。そうなると共同作業アプリケーションはもし対人の会議の時にでも使いたくなるぐらい便利なはずだと思うんですけども、本当にそうでしょうかというこの疑問を投げかけたいと思ってます。で、まあヒントとしては今例えばズームを使ってますけども、ズームは対人の会議に戻ったら使いませんよね。で、それは要はズームっていうのはまあ、役には立つけども人々の知性を拡張するというようなことを目指しては作られていないわけです。で、まあ、この質問に今日は何度か戻って何度か講演の中で触れていきたいと思ってます。ただ、あと今日の主催のケア情報学ということをちょっとこの講演の依頼をもらってから考えていたんですけども、まあ、そのケアをする、人と人とが触れ合って、人が人をケアするっていう文脈においても、この共同作業だと思ってものを考えたときに、今から話すことがどう関係するかっていうことも触れていきたいと思ってます。ですね。で、まあ、先ほど言ったように、まあ、私個人の話からちょっと始めたいと思うんですけども、まあ、私はもともとは本当に特にどうということはない、まあ、今でもどうということはないんですけど、普通のほとんど東京で育った子供だったわけです。で、コンピューターに触れたのも、いとこの、いとこが受験勉強をするときにコンピューターがあると邪魔になるからといってうちに来た PC8001 というコンピューターがあって、それに触れたのが、まあ、大体最初だったようなものですね。で、PC8001 では意味もわからず、その16進ダンプを打ち込んだらゲームができるっていうことで、まあ、チクチク打ち込んでゲームをして、まあ、意味もわからず遊んでいたという。まあ、そういう、子供時代でした。で、その後、東京工業大学という、オタクが行く大学に行って、情報科学を専攻したんですけども、まあ、その時も、コンパイラーを作ったりとか、ちょっとした、新しい言語機能を作ったりというようなプロジェクトをやっていたんですけども、まあ、それはそれで良かったんですが、まあ、決してその世界をより良い場所にしたいとか、そういうことを、思ってやっていたわけでもないですし、そういうふうなことを思っている人がいるっていう意識もまあなかったわけです。ただあるきっかけでアラン・ケイ博士と彼のグループと仕事をするようになって、そこでいろんなことを考えてきて、まあ、今に至るということですね。で、そのまずきっかけになったプロジェクトということについてちょっと話をしたいんですけども、そのある
国際会議にスチューデントボランティアとして参加して、そこで本当にひょんなきっかけからアラン・ケイ博士のグループの人と話をして、あるプロジェクトに携わるようになり、そこでもうロサンゼルスのこのウォルト・ディズニー・イマジニアリング R&D という会社に、まあ、インターンとして最初所属しました。で、これこの会社何かっていうと、まあ、ウォルト・ディズニー社という、まあ、ディズニーなんですけども、その、何ですか、研究開発部門ですね。これ、イマジンとエンジニアリングの、合成された、まあ、造語なんですけども、そこで、いろんな研究をするという部門があって、そこで働き始めました。で、そこでやった、まあ、一つ一番面白かったプロジェクトっていうのが、この Parks PDA というプロジェクトでした。で、Parks PDA っていうのは、2000年頃に、このような小型の電子機器を、テーマパークに来たお客さんに使ってもらって、そこで、待ってる列のところでゲームをしたり、地図を見たり、レストランのメニューを確認したり、あるいは遠くにあるファストパスを、取ったりっていうような機能を提供して、お客さんの満足度が、まあ、どのように上がるかというようなことを、まあ、実験してたわけです。で、一番面白いのは、このカメラがついていることで写真が撮れるっていうのも、まあ、後で紹介しますけど、まあ、特徴のある機能でした。で、そうですね。これ、シャープっていう、日本の、当時は本当に最先端のデバイスを作るような会社があって、そこの方と、そこのチームと話をして、シャープがちょっとだけカスタマイズした、このザウルスっていう PDA を100台、作ってくれたわけです。で、それを、まあ、フロリダに持ち込んで、自分たちで作ったアプリケーションを載せて、そういう実験をしたという話ですね。で、一つ触れておきたいのは、このディズニーでやるようなプロジェクトというのは、まあ、しばしば本当にデザイナーが主導のチームであって、私がいたのは、私ともう一人、そのエース的なプログラマーの人と二人だけが、10人ぐらいいるデザイナーのチームに入ってこれをやるっていうことになったんですけども、そこで技術的にちょっと面白かったのは、我々は決してそういうテーマパークのガイドアプリケーションを直接作ったわけではないということです。で、我々2人のプログラマーが何をしたかっていうと、そういうガイドアプリケーションを作れるようなアプリケーションを作ったわけですね。で、そうするとで、そのアプリケーションを作るようなアプリケーションっていうのはカード型データベースで、新しく触れるようなそのデザイナーの人でも、まあ、簡単にドラッグアンドロップ的な感じで、アプリケーション作れるようなものを、まあ、作ったわけです。で、そうすると、10人ぐらいいるデザイナーさんたちが、まあ、どんどんそういう、こういう綺麗なアートワークを作って、カード型データベースに入れて、それを、ファイルを、ザウルスにコピーすると全く同じように動くっていう、まあそういうちょっと工夫をしたので、我々二人のプログラマーがボトルネックになることなく、短期間で作ることができたという、まあそういうことではありました。で、まあそのフロリダに100台のそのザウルスを持って行って、現地にいるキャストメンバーっていうんですけども、そのスタッフの人とどうするか相談するんですけども、まあ、2週間ぐらいの、実験期間の間で、最初の数日は特にまあ、バグがあったんですよね。で、私の仕事っていうのは、そのプログラムのその下回りをちゃんと動くようにするということだったので、まあ、夜な夜な、もうこう、コンパクトフラッシュを抜いて、新しいソフト入れて、ちゃんと、やるっていうような、まあ、なかなか大変な、仕事をしてました。でもうこうやってちゃんと動いてるかなって見ながら、でこのプロジェクトマネージャーの人もドキドキして見てるんですけど、まあこれ実はうちわのディズニーのうちわのプレゼンテーションの中から引っ張ってきた写真なんですけど、まあ遊び心のある人たちなので、上みたいな写真があるとかって、ガーンみたいな絵を途中で挟んだりとか、まあそういう状況でした。まあでも次の日の朝になると、もうテーマパークに来たお客さんの中で、やりたいっていう人を、募って、その人たちに使い方を
説明して、どんな画面が出たらどこを押すと何が起こるっていうようなことを説明して、まあ、使ってもらったわけです。で、2000年っていうのは、まあ、iPhone が出る7年以上前ですよね。で、そういう携帯機器を自分で持ってるっていう人はなかなか少なかったわけですね。で、その仕事、コンピューターっていうのは仕事で使うものだから、わざわざ休暇で、ディズニーに遊びに来てるのに、そんな仕事みたいなことはしたくないっていうようなことを言う人もいましたが、まあ中でも興味のある人はたくさんいて使ってもらったわけです。で、まあ例えばそういうふうにして使ってる家族なんですけど、ここで写真を撮ってるのがその我々が作ったパークス PDA で写真を撮ってるんですよね。で、まあ当時、ディズニーランド、まあ、ディズニーのテーマパークに行ったことのある人はご存知だと思うんですけども、入るとこういう立派なカメラで写真を撮るというのが仕事 の、 キャストメンバーがいるんですよね。で、そう写真 撮りますけどどうでしょうかって言って、まあ、撮ってお金をもらうっていう仕事なんですけども、こういうふうにデジタルカメラみたいなものが来るとこうやって俺の仕事は一体どうなっちゃうんだって、まあ心配するような、こんなような、まあ光景が見られたりして、まあ興味深いといえば興味深い時代でした。で、まあそうやって実験してる間に、これ実はアラン・ケイ博士なんですけども、アランも来て、まあ試してくれたりと、まあそういうようなことがありました。で、そうですね。で、まあそうやって2000年頃からディズニーで楽しく働いてたはずなんですけども、まあ諸般の事情、例えば2001年の9月11日にテロ事件があって、国内っていうか世界でもその旅行っていうものが本当に完全自粛モードになって、誰もディズニーランドなんか来なくなっちゃったんですよね。そうすると、もうディズニーのような会社はもう一律全社で人員削減だっていうようなことになって、まあ私たちのグループもその煽りを受けて、まあ私はディズニーを離れることになったりしたわけです。ただまあ当時は、なんていうんですかね、まあ私自身も独身でしたし、まあ失うものは何もないという感じなので、まあなかなかいろいろ苦しい時もありましたけど、私は運よく、アラン・ケイ博士、まあアラン・ケイ博士は、まあスポンサーがどう変わろうとも自分の目指すところを、追い求めて先に進むということだったので、まあそこに他のスポンサーを探しながら、いろいろ苦労してる間も、私はまあ一緒に行動することができて、いろんな、そこでもいろんな面白い経験をすることができました。まあ特に特筆すべきというか、ここで強調したいのは、そのようにアランと話してるうちに、いや本当に昔、そのコンピューター、会のパイオニアたちっていうのは最初に言ったように世界をより良い場所に変えたい。で、コンピューターをどのように使ったらいいのかということを真剣に考えているということが分かったわけです。で、まあそういうのはある意味は時代背景としてその1960年代、1970年代っていうのは米ソ冷戦っていうのがあって、まあある意味そのアメリカの人たちっていうのは、もしかしたら来週になったらアメリカ全土が焦土になってるかもしれないっていうような危機感があったんですよね。で、それでは大変だっていうことで、もちろんコンピューター界にも、っていうか科学的な研究投資には莫大な予算が入りましたし、現場でやってた人も本当にある意味危機感があったわけですね。で、まあそういうこともあって本当に世界を変えたいと思ってやってたんだなと思いました。それで、まあ、あとは、60年代、70年代から、そのコンピューティングのパイオニアとなった人たちっていうのは、もちろん、元からコンピューターの研究をしてたわけではないわけです。心理学とか、他の電気工学から来て、コンピューターのことも学んで、それを適用する。で、また世界を変えるとかっていう話になると、文化人類学とか、そういうようなことへの知識が必要なので、まあそういうパイオニアたちは、そういうことを深く勉強してたわけですね。で、私もそういう
ことに影響を受けて、まあ、素人ながらも心理学とかに強い興味を持って、まあ、一人で勉強するようにもなりました。で、アラン・ケイが、示したビジョンっていうのは、まあ、皆さんもご存知だとは思うんですけども、この1968年に、まあ、この示したダイナブックと呼ばれるアイデアが、まあ、最も有名です。で、これはどういうことかっていうと、この頃までに、平面ディスプレイの技術もできてきて、で、ムーアの法則と呼ばれる、その半導体というか集積回路の性能が上がるという予測もあり、で、アラン・ケイ自身は、MIT にいたシーモア・パパートやシンシア・ソロモンなどから影響を受けて、子供たちがコンピューターを使えるようになるということが、まあ、なるはずだということが分かったというか、想像できたわけです。で、その想像に基づいて、将来は、子供たちがどんなコンピューターを使うかっていうことを、もう本当にシーモア・パパートと会った帰りの飛行機の中でさっさと描いたっていうのがこの絵ですね。で、これはもちろん子供が、ただゲームをしてるだけではないんですよね。これ、彼らは自分たちで遊びたいゲームを作ってるわけです。で、この画面をよく見ていただくと、わかるんですけども、二人の画面で同じものが動いてるんですよね、これ。で、これは本当対戦型のそのスペースウォーズを作って、二人で遊んでる。で、その話の中では、そのスペースウォーズっていうゲームでは、重力のシミュレーションをしなくてはいけないんですけども、その重力のシミュレーションをどのようにしたらいいかっていうようなことを、先生に聞いたり、図書館に行って調べたりっていうようなことを、まあ、ここからもできると。まあ、そういうような時代が来るはずってことを、この時点で、まあ、見抜いたわけです。で、まあ、こちらの絵は、カードボードっていうか、段ボール箱で作って、まあ、こんな形になりますよ、みたいなことも、まあ、やってたんですけども、まあ、ここで、まあ、こういうビジョンを示したっていうのは、なかなかすごいことなんですけども、まあ、一つ強調しておきたいのは、決して、アラン・ケイは、こういうハードウェアを提唱したわけではなくて、将来のサービスとしてのコンピューティングというものがどうなるかっていう見地から見て、デバイスとしてはまあこういうものが使われるだろうということで、ハードウェアの話をしたかったわけではなくて、どのような社会になるかっていうことをまあ表したかったということですね。で、先ほども言ったように、まあ、2000年以降、まあ、いろいろありまして、まあ、私も、まあ、いろ、ついていったわけなので、まあ、なかなか、親しい関係になりまして、例えば、結婚式、これ、京都でやった結婚式ですけども、まあ、結婚式に出ていただいたりとか、まあ、子供が生まれて、まあ、こうやって遊んでくれたりというような、まあ、そういう付き合いを、まあ、今でもしています。で、そうですね。で、まあ、動画を見せるのは、まあ、やめて、ちょっと、まあ、先に進みましょう。で、そうですね。ただ、コンピューターを、使った共同作業という点においては、やはりこの人のことを欠かすわけにはいきません。この人はダグラス・エンゲルバートといって、アラン・ケイにも大きな影響を与えた人ですね。で、彼はそのアラン・ケイのちょっと一世代というか10年ぐらい上の人で、まあ、一番有名なのはこのすべてのデモの母といって、もう、遠隔でビデオ会話をしながら、マウスを使って画面上のものを動かして、自分のプランを作る、あるいはプログラムを書く、そしてキーボードで、そういうデバイスを作って、将来はこのような仕事を、人々がこのような形で仕事をするようになるはずだというビジョンを、まあ、示したという有名なデモをした人です。で、ここでも大事なのは、決してそのエンゲルバートっていう、名前を聞くと、あ、マウスを発明した人でしょうっていうような話をする人もいるかもしれませんけども、決してそのマウスを発明したかったわけではなくて、人々が
仕事をする、共同で仕事をするにはどのような仕事の仕方になるかということを真剣に考えて、コンピューターがどのような補助ができるかを考えて、社会を変革することができるだろうかということを真面目に考えていた人です。で、まあ一番最初に一つ疑問を投げかけましたけども、それというのはあなたの遠隔ソフトウェア、遠隔作業、遠隔共同ソフトウェアは対人に戻っても使いたいぐらい便利ですかということを言いましたけども、そのエンゲルバートのグループでは同じ部屋にいてもこういうコンピューターを使ってその補助を受けていろんなものを作っていくというようなことを、まあ、実際にやっていたわけです。で、まあ、エンゲルバートと私は、まあ、個人的にコンピューターの話をしたことはないんですけども、ある時、コンピューターヒストリーミュージアムに行った時に、まあ、たまたま行き合いまして、この私の奥さんと一緒に写真に入ってもらったりという、まあ、そのぐらいのつながりはある人ですね。で、もう一つ、さらに言うと、エンゲルバートの、その研究を補助して、サポートして、てか資金提供して、さらに自分たちも大きなビジョンを示した人たちに、このリック・ライダーという人とボブ・テイラーという人がいます。で、彼らが何をしたかっていうと、まあ、その資金提供をしたというのがあるんですけど、これ1960年に、まずはリック・ライダーという人が、これ、人間とコンピューターの共生、共に生物が、お互い相手がいないと、相手がいることによって、相手がいないと生きられないし、相手と組み合わせて生きることによって、さらに、優位になるという、その、共生という、ことですけども、人間とコンピューターの共生が、人間とコンピューターが共生をする時代が来るだろうということを、まあ、論文に書いて示した人ですね。で、これは大きな反響を受け、及ぼしたんですけども、その後、ボブ・テイラーと一緒に、リック・ライダーとボブ・テイラーが書いた別の論文に、この通信機械としてのコンピューターという論文があります。で、ここで言っているのは、先ほどの実はエンゲルバートの仕事を見て描かれた絵なんですけども、同じ部屋にいて、その技術者たちが一緒に仕事をしているときに、こういう橋にしたらどうかっていう話をしていると、ある人は、橋のシミュレーションをして、どうなるかをその場で試せる。で、こちらの人は、例えば、その鉄鋼の、性能を調べて、どのぐらいの強度まで耐えられるかを調べる。で、そういうようなコンピューターの補助を受けた形で一緒にデザインをすることができるようになるんじゃないかということを論文で、なんていうか、示したという、そういうものです。で、その同じ論文の中にもう一つあるのは、まあ、今でいう Siri みたいなもんですけども、コンピューターのエージェントがいて、人間の、なんですかね、秘書みたいな仕事をしてくれるって話なんですけども、Siri なんかでもまだできていないのはどういうことかっていうと、これこの人が、まあ、これ、保険の勧誘員で、そういうような人が来たときは、うちの人はいませんよっていうことを言ったりしてるっていう、まあ、そういう漫画なんですけども、まあ、このように、コンピューターが秘書的な役割をするようになる時代が来るだろうということも、まあ、言っていたわけです。で、まあ、そういうようなビジョンっていうのは本当だからもう1968年の頃から、まあ、提案されてたわけです。で、提案つっても本当に、SF 的にこうなったらいいじゃんって言ってるだけではなくて、彼らはそこ、どういう技術的根拠があって、こうなるはずっていうことも言ってますし、またそれに、向かって何をしたらいいかということを考えてやっていたわけです。で、まあ、もちろんそのリック・ライダーやボブ・テイラーと私は直接の面識はないんですけども、実は私の名前も一緒に載ってるウェブページというのはあるんですよ。これ、こういう大勢いるかで、ちょっと出るかな。で、1986年に行われたこの会議がありまして、
そこで、これ出るかな、ちゃんと。いろんな講演がなされたんですね。こう、その86年という何十年か経った後に、当時の、パイオニアたちがもう一度集まって講演会をしたというものがあって、で、その講演のビデオっていうのが、もともとは全部あったはずなんですけども、まあ、何十年も前のことなんで失われてしまったんですよね。で、ただ、そこで、まあ、詳細は割愛しますけども、私は、ある古いコンピューティングの、ビデオアーカイブを管理するということもしていて、その中には、世界でも私しか持ってないビデオテープがいくつかあるんです。で、そういう、そのようなテープの中に、この講演会からの記録があったので、まあ、吉木大島さんが持ってたテープからも、協力を受けて、この全部のセットができましたというような、そういう、つながりはあります。で、先ほどから何度も言ってるように、昔の当時の人というのは、冷戦下であったということもあり、本当に世界を変えようというふうに考えていたんですけども、これはじゃあ最近はどうなのかというと、これ10年ぐらい前の、この発言で、このハンマーバッカーという、まあ、ある若い人が言ったのが有名になったんですけども、この10年ぐらい前に、このハンマーバッカーさんという人が言ったのは、要は我々の世代で一番優秀な奴らは、どうやったらウェブ広告がもっとクリックされるようになるかを考えている。これって最低っていう、まあ、こういう発言をしてくるわけですよね。で、まあじゃあ冷静に戻ればいいのかっていうわけではないとは思うんですけども、まあ本当にまあこの話を聞いてくださってる若い人々が、若い人々には、なんていうんですかね、まあ世界を良くするぞっていう気持ちを持ってやってくれる人がいたらいいなと思ってます。いや、あと若い人じゃなくても、年を取った人でも、世界を良くするためにどうしたらいいのかってことを考えていただければ本当にいいと思います。で、まあいろいろ言いましたけど、もちろんビジョンっていうのは60年ぐらい前からもう あることで、その間にはいろいろな研究や開発はなされてきてるわけですよね。で、グループウェアとか CSCW とかの研究開発はありますし、実際の商品っていうのも、まあ、いろいろあるわけです。もうちょっと。で、まあ、知り合いがやってる、オブロングっていう会社の、まあ、商品であるとか、これは、ESA っていうヨーロッパの宇宙局の、コンカレントデザインファシリティっていう、本当にさっきの絵にあったような場面であるとか、まあ、まあ、後で調べていただきたいんですけども、ダイナミックランドとか、そういうものも研究としてありますし、コマーシャル、ソフトウェアの方としても、まあ、Figma とか、Microsoft Loop とかもありますし、で、今本当に講演の依頼を受けてから、今までの間でも大きくホットな話題に急になったのは、まあ、メタバースという三次元の仮想空間ですよね。で、Facebook っていう会社がメタっていうふうに会社の名前を変えるぐらい、まあ、変えることによって盛り上がった。ですけど、まあ、こういうマーク・ザッカーバーグの講演を見た人はこれ見たと思うんですけども、メタバースっていうか仮想空間では、まあ、自分、アバター、自分は何にでもなれるわけですよね。でも、この、Facebook の、まあ、ザッカーバーグは、じゃあその自分は何にでもなれるっていう世界を作ったときに、まあ、何になりたかったかっていうと、まあ、自分自身になりたかったんだなっていう、ことで、まあ、やっぱりその、Facebook に限らないんですけども、SNS っていうのは、自分が大好きっていう人のための、システムなのかなっていう、まあ、そういう絵だと思うと面白いと思います。で、実は今日、というか昨日、Niantic が新しい、開発キットをリリースするっていうような話もあったりして、ここは本当にホットなんですけども、まあ、ちょっとビデオは割愛しますけど、実は黒系という私たちのやってる会社というのも、実はその三次元仮想空間を作るということは何十年もやってるんですよね。前身から見ると。で、
まあ、ある意味ようやく時期が来たかなと思って、まあ、何かできるんじゃないかなと考えているとこだったりします。で、まあ、だいぶ長々と歴史の話をしましたけど、まあ、で人の名前とか細かいことは別に覚えていただくことはないんですけども、まあ、最後にまとめとしてちょっと説明をしたいと思うんですが、まあ、そのコンピューティングの進化っていうか考え方の変遷っていうのをアナロジーとして考えるとどうなるだろうかっていうことで、ちょっと歴史の部分をまとめたいと思います。で、これタイムシェアリングシステムといって、まあ、昔の大型コンピューターだと思っていただいていいんですけども、まあ、大型コンピューターっていうのは言うなれば、もうちょっと、まあ、記者みたいなもんで、自分では行きたいとか決められないし、他の人の時間に合わせて、まあ、みんなで一緒に乗って決まったところに行くっていう、まあ、そういうようなものだったわけです。で、それに対してエンゲルバートが考えたのは、いや、記者じゃなくて、もしちょっとした訓練が必要で、乗り方は学ばないといけないけど、自分たちは車みたいなものが欲しいんだと言ったわけですね。で、これは自分たちが行きたいところに行ける。ただ訓練は必要。で、リックライダーやボブ・テイラーは、彼ら自身、その実験心理学者だったりして、実験器具っていうものに、まあ、愛着があったと、まあ、言えなくもないんですよね。で、彼らにとっては、そういうコンピューターっていうのは、まあ、道具みたいなもんで、まあ、これ、ちょっと大工道具ですけど、実験器具みたいなものではないかっていう感じがあったわけなんですけども、その、アラン・ケイ博士の、まあ、偉かったとこっていうのは、いや、そういうコンピューターっていうのは、そういうものみたいなものではなくて、メディア、情報を伝えるためのその媒体なんだっていうことを、まあ、カッパしたとこが偉かったわけです。で、彼、このダイナブックっていう名前でもわかるように、この本っていうことが入ってるわけで、これはコンピューターっていうのは本みたいなもので、アイデアを人に伝えるための道具である。そして、アイデアを伝えるだけではなくて、そのアイデアの伝え方を自分でその場で作ることができるというメタメディアというんですけども、そのメディアのためのメディアなんだということを主張したとこが非常に偉かったと私は思っています。で、そのコンピューターを道具として見るっていうのはまあ当たり前なんですけども、そのメディアとして見るというところはまだそこまで大きく受け入れられてないというか考えられていないんじゃないかというのがまあ私の感想ですね。で、まあ歴史の話はこのぐらいにして、ようやくというか、最近私の会社でやっていることをちょっとずつ紹介していきたいと思います。で、クロケっていうのは、クロケという会社で何をやってるかというと、共同作業用のアプリケーションを作るためのフレームワークを提供しています。で、これを使うと、皆さんでも自分のための共同アプリケーションが作れるわけですね。まあ、例えばもう非常に簡単な例ですけども、これ簡単なお絵かきツールで、これ皆さんにもここ中でなんか書いてもらいたいんですけども、一人の人だけじゃなくて、複数の人がこう一緒に書けるようなツールですね。まあ今となってはそんなに珍しくないかもしれないんですけども、面白いのはこのようなものが本当に数百行のコードを書くだけで誰でも作れるようになる。というところがクロケの特徴なわけです。で、まあ、例えば、これ、で、ブラウザーができることであれば、まあ、何でもできるという考え方があって、ちょっと、ブラウザーで何ができるかというと、例えば、三次元グラフィックが使えるわけですね。で、これ、マインクラフトみたいなゲームなんですけど、中、クリックして適当にチクチクしていただくと、まあ、岩を作ったり、木を植えたりということができて、面白いのはこの人を作ることができて、この人を、中に作ると、他のやり方でやると、人の位置を各フレームごとにサーバーから送らなくてはいけないんですけども、この方式だと、ほとんど、
ちょっとすいません、くしゃみの音が聞こえて、非常に通信量が少ない形で全く同じ画面が皆さんのコンピューターの上でも私のコンピューターの上でも動くということです。でもうちょっと言うと、これは今QR コードを出しましたけど、もしこれスキャンしていただくと、電話、皆さん自分の電話でスキャンしていただくと、そのウェブベースのアプリケーションなので、皆さんの電話の上でも全く、これどうなったかな、同じように動くわけですね。これ、ちょっとなんかリセット。ちょっと待って。もう一回スキャン、まあちょっと飛ばします。別の例で電話と全く同じことができるという話をしましょう。で、あとは面白いのはウェブベースなので、例えば、他のアプリケーション、例えば Google Docs なんかも、こう、埋め込むことができます。で、しばしば Zoom を使って、例えば誰かと一緒にウェブページを見ながらテキストを書きたいというようなことがありますよね。で、そういう時に Zoom でリンクを送って開いてもらって、で、Google Docs のリンクも送って、それも見てくれっていうようなことをやろうとすると、問題になるのはもうさっき開いたウィンドウがどっかに行っちゃって分からなくなったりするということですが、このグリーンライトのいいところは、自分で、相手の人が見てる、画面がどのようになるかを、制御できるわけですね。ある意味。で、例えば私がこう、リエとジュンみたいなとこ指さしてると、まあ一緒に共同作業してるどなたかが、ここに一緒にノートを書いて、まあ喋りながら、ここを指さしてる、私がここを指さしてるってことははっきり分かった形で、で、私もどこに、誰が何を打ってるかを見ながら、共同作業ができるっていうようなことができるのが、まあ面白いところです。ただ、先ほどから言ってるように、コンピューターっていうのは、メタメディアっていうのはどういうことかというと、やっぱりこの中で、ものを作りたいわけですね。で、それで人が作ったアプリケーションを試すだけではなくて、やはり、中でものを作りたいわけです。で、そのデモをちょっとしたいと思うんですけども、これグリーンライト自身も、ウェブアプリケーションなので、グリーンライトの中にグリーンライトを埋め込むことができます。で、まあ、この等高線模様のバックグラウンドの方は違うバージョンなんですけども、例えば、こう、中でプログラム的なことができて、例えば3プラス4やって、8ってやると7って出る。まあ、すごいねってことなんですけど、これを共同でできるんですよ。例えば丸山さん、なんでしたらお好きな式をちょっと打ってみていただけますか。はい、わかりました。そうで、コントロール S ってやると3になってしまう。で、まあ、私がもう一回355÷113とかやると、おなんと π は実は有理数だったのか、みたいな、まあ、そういうこともできるわけですが、まあ、こんな電卓的に使ってるだけでは、まあ、それほど面白くないんですけども、もうちょっと込み入ったことを書くと、この、this っていうこの変数が、このテキストオブジェクトを参照しています。で、このペアレントノードっていうの、ペアレントノード2個言うと、まあ、このウィンドウが参照されています。で、まあ、ローテーションっていうプロパティを作って、その値をちょっとずつ変える。で、サインとコサインで新しい変換行列を求めて、それをセットするっていう、まあ、そういうコードです。で、最後の行は30ミリセカンド経ったら同じものをもう一回呼ぶ。という、そういうコードなんですけども、これを実行すると、このウィンドウそのものが回り出します。で、でも、丸山さん、私これ、時計回りじゃなくて、実は反時計回りに回したかったんですけど、どうしたらいいですかね。マイプラスイコールをマイナスイコールにすればいいですかね。そうですね。で、これ面白いのは、回ってるテキストを編集するってのは難しいんだけど、まあ、若い人なら簡単にできる。で、これ面白いのは、この私の画面上で回ってるのと、
丸山さん、そして皆さんの画面上で回ってるこのウィンドウの角度っていうのがほとんど全く同じになってるっていうところが、まあ、面白いところです。で、まあ、黒系っていうのはこのようなものが作れるシステムなんですけども、一つのウィンドウだけでやってても面白くないわけですよね。で、まあ、最後に複数のオブジェクトをつなぐ例というものをちょっと紹介したいと思います。で、私今猫のオブジェクトをロード しました。で、この猫に、まあ、ちょっとアンチョコからコピーしたコードを、ペーストしましたね。で、これに、これちょっとコメントが、何を言ってるかっていうと、クリックされたら、この do it っていうメソッドを呼びなさい。do it っていうメソッドの中では、今の幅を取ってきて、それを急がけして新しい幅にしますっていうことです。で、これを a ってやって、私がクリックすると猫がちっちゃくなります。でも丸山さん、ちょっとクリック続けていただけますか。はい。でも丸山さんがクリックして小さくなってる間に、私がコードを書き換えると、その猫の振る舞いが変わって今度は大きくなっていきますね。で、これっていうのは複数人でコードを書くときっていうのは一人の人がコードを書き換えたからといって、それでコンパイルしてシステムをリブートして、ようやくどんなふうに変わるかっていうのを見てる暇はないわけです。本当に変えた瞬間にそこですぐに行った変更が反映されないと困るわけですね。で、今新しいオブジェクト、これ犬なんですよね。犬に見えないんですけど、犬なんですけども、これにスクリプトを追加します。で、これは何言ってるかっていうと、サブスクライブというのは、このニューウィドスっていうメッセージが来たら、セットウィドスっていうメソッドを起動してください。で、セットウィドスでは入ってきたデータを自分の幅に してくださいっていう。言っているわけです。で、まあ、これ犬のコードを定義、犬のスクリプトを定義して猫をクリックしてるんですけど、あれ、猫しか変わらない、猫の幅しか変わらない、おかしいなって思うと、それは何でかっていうと、こちらからメッセージを送ってないからですね。セッション ID ニューウィズスウィズスね、ウィズスで、これ送るように変えて A ってやると、今度はクリックすると両方の幅が変わるように。これもだから動いてる最中のプログラムを、なんかおかしかった。プログラムを書き換えて、その場で何が起こるかを試せるようになっていないと、複数人で共同作業して何かを作っていくっていうことは、まあ非常に難しいので、黒系で私たちがやろうとしていることは、まあそういう方向を目指しているという、まあそういう話です。で、まあ、大体デモの部分はこのぐらいで終わりで、まあ、ちょうどいい価値観。まあそうですね、まあ、他にもできるデモはたくさんあるんですけど、まあ、ちょっとまとめにちょっと入ろうと思います。で、まとめなんですけども、まあ、今日お話をしたのは、共同作業は人々の知性を増幅させるはず。まあ、日本でももちろん三人寄れば文殊の知恵と言ったりしますけども、まさに一人で、どんなに一人の天才がいくら考えても、やっぱり複数人の、まあ、天才レベル、まあ、秀才レベルの人が共同してやったことには勝てないわけですね。で、先何度も言っているように、コンピューターというのはそういう共同作業この助け、本当に人々の知性を増幅、拡大するような作業の助けができるはずだということです。で、そこからの流れで紹介したのは、その研究自身はもう何十年にわたってされていますし、実験的なシステムもありますし、もちろん商用のシステムもいろいろあるわけですね。ただそれでも人々がまだ当たり前のようには使ってないわけです。で、私ある、先週ぐらい、たまたまタイ人の会議に参加したんですけども、久しぶりに。結局、一つの部屋に、
8人ぐらいの人が入って、いろんな資料を見せながら話をするんですけども、みんなが HDMI ケーブルを渡してるんですよね。ある人がある絵を見せたいと思ったら、あ、ちょっとケーブル貸してって言って自分のコンピューターに挿して見せる。で、それを見た他の人が、あ、それだったら私も見せたい資料があるんだよって言うと、またケーブルを抜いてその人のコンピューターに挿して見せる。で、そういうことをしてると何が起こるかっていうと、私なんか両方いっぺんに見たいわけですよね。さっきの資料とこの資料どう比べ、一緒に見比べて考えたいんだけども、そうやって一人一人の一枚一枚の絵しか見れないような会議っていうのが未だにあるわけです。で、それっていうのは何かっていうと、技術的な問題ではなくて、やっぱり人々の考え方を変えなくてはいけないわけですね。で、それっていうのは、スタートアップにとっては多分非常に大きなチャンスで、新しい発明をする必要はもうないわけです。いろんな研究成果に乗っとるけども、一つこう、しっかりしたアイデアで人々の振る舞いを変えるような仕組みを作れば、それを使ってもらえるように、使ってもらえるようになるはずということで、スタートアップにとってはこういうものを作ろうとするというのは非常に今いい時期ではないかと思います。で、3点目っていうのは、その、まあ、メタバースの話が出てきてますけども、クロケーっていうのは伝統的にメタバースの、まあ、パイオニアだったこともあるので、まあ我々自身も面白いことをやっていきたいなと思っています。で、この黒系、このグリーンライトっていうのは、まあ、グリーンライト、今お見せしてるアプリケーションですけども、これもこのサイトに行っていただければ登録して使っていただけますし、そのような他の共有アプリケーションを作るようなライブラリーっていうのも黒系 IO から、辿っていけることができます。ですが、本当に最後に、ケア情報学との関連として、まあちょっと作った絵を紹介したいんですけども、共同作業という話をしてましたけど、彼ら自身も言っていたのは、そのコンピューターのがエージェントとして、その会議に、共同作業に参加する時代が来ると言ってたわけですね。で、先ほど紹介したオリバーの絵を貼ってますけども、これあくまでもアナロジーであって、まあ、こう、本当の機械としてあるかどうかは別なんですけども、こうやって人々が働いているところを見て、そこで何をが必要な情報なのかというのを、コンピューターが、例えばプロアクティブに見つけて、提示してくれるような、まあ、そういうような新たな共同作業っていうものが、まだまだ、作っていかなくてはならないものなんではないかと思います。で、そのケア情報学との絡みなんですけども、この絵自体は、エクサウィザーズのサイトからちょっとパクってきたんですけども、私がオリバーの絵をちょっと入れてみました。で、これで何が言いたいかというと、まあ、先ほどまで言ってた知性の拡大っていうのは、まあ、科学者、技術者が大きな問題を解くっていう話だったんですけども、このような介護の場面であっても、これっていうのはある意味共同作業だと言えるわけですよね。複数の人が同じ部屋にいて何かを達成しようとして。で、まあもうこれもある意味エクサウィザーズや他の会社がもう実用的にやろうとしていることですけども、そこに、まあ、あるアナロジーとしてのコンピューターが介在して、より良い介護ができるようにする、あるいはそこで助けをする、で介護している人を助ける、あるいは介護されている人の力を増大する、まあ、そういうような用途としてコンピューターが使われていくことを目指すのがいいんじゃないかと思っていて、本当にそのケア情報学という考え自体が竹林先生に最初に紹介された時から、まあ、非常にこう筋がいいコンピューターの使い方だなと、まあ、私は思っているので、まあ、とても応援しています。ということで今日の私のパートを終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。